暇なのでちょうど5分余ってるんで、自分の気持ちいいプレーを見て気持ちよくなる配信になります。これ源氏やりてー、うまっ。なんで、ちょっと待って、なんで半蔵ここにいたこと分かったの。俺頭良すぎんの。頭いいですね。でもこん時からいるランクの人たち結構今でも見るもん。強いわ。ちょっと髪長いな俺。強っ、エイム強いな。うるさ、叫びすぎだろ。いや今でもよく見る人を見るわ。エイム強っ、それも当てんのか。なんか昔エイム強いな。エイム強い、エイム強いですね。はい、納得。はい、逃げてアッシュを倒すと。うまいね。なんか頭いいんだよな俺やっぱ。うん、俺天才だわ。エコーも、エコーさ俺昔上手かったから今もまた練習したいんだよね、このキャラ。はい強い、はい強い、このキャラが強いんだよな俺じゃなくて。らしいです。俺じゃねえんだ、俺だと思う。俺が最強だわ。はい強い、こう。あーうまっ。いや俺さ、これ昔よくやったんだよこれ、回しを狙うとか。今なんか俺下手くそになってできなくなったんだよな。自爆ありすぎじゃね。ちょっと待って、ちょっと今の集団戦さ見て、自爆何個あった数えよう。はい1個、はい2個、はい3個。なんで3回も自爆が出んだよ、おかしいよ。うまっ。クソデカの赤番とかあったんだ。ドガーン。ケンドリックいるぞおい。俺の配信常連のトロール野郎、こん時から俺と当たってたのか。うまい。キャスディもやりてー。おお、お、ニコさんじゃん。ってかちょ、ニコさんじゃん、今試合出てる人やん。いや、オーバーウォッチ上手くなろう。ちょ最近さ不調すぎるんだよね。ここ3日間でランクマッチ毎回10敗で止めてたんだけど、5敗、5勝10敗、4勝10敗と6勝10敗で全然勝ち越してないんだよねランク。うまっ。エイムよ俺。ちょっと待って、めっちゃ強ない？ちょっと待って、今の一連やばいよ。まず最初が意味わかんないもん。まずだってさ、敵チームに転がり込んでない？ここの時点で。なんで？ヤンキーすぎるだろ。でなぜかマルト死んで引くかと思ったら、俺はなぜかリスに行って一人一人しばき倒すっていう、新しすぎる。で目の前ハイヌーン。クロスアイちっちゃい方がいいの？もしかして。いやこれあれだ、
コーチにお前試合出たいならクロスヘアちっちゃくしろって言われて無理やり小さくしてた。不本意です、これやりたくなかったです。いや現役の時エイムマジでいいね。なんで俺こんな悪くなっちゃったの。エイムちょっと練習しよう、練習しよう、みんな俺も強くなるわ。なんかクリップさ、昔のオーバーウォッチの大会のクリップとかないのかな、もっとちょっと探してみよう。これはあれだ、あのコスプレの男たちで C9 のクリップ、あ確かに C9 のクリップ探すか。Cloud9 not out of it here yet. They cannot leave the payload for any reason. There's the barrier. Now they have four. これ初期の C9。あ、右が C9 だ、チーム。あ、頭の抱え方がもう C9 なんよ。ここら辺からだった気がする。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、懐かしいな。こっから始まったんだよね。もうデップマンのクリップあるやん。And guess what? CAG used five of their six ultimates just to defend. Depp and THK having a bit of a gentleman's duel there, Olivier. Self-destruct out to make space, doesn't get any kills, but it gets Xavier onto the point and end the fight in earnest. There's the first kill, but a better stick goes out onto Thinicorn. They're still trading back and forth. Amakin takes one with him to the grave, even as he goes down. A Patapan too low. THK is dead. 80% now. Last chance for... And guess what? CAG used five of their six ultimates just to defend.このチームが一番日本で強かったかな。俺この時大学受験で XQ と後ろでブイブイ肩組んで、うん、これこうした方がいいんじゃないとか言ってた。一番ちゃんとしたプロだったと思う。そう、タイの英雄パティパンもいる。そう、この時からパティパンいたね。あ、キングズローの裏取り、あ、みんなあのオーバーウォッチで世界一有名なクリップですね。マジでこれすごい好き。当時めちゃくちゃタンクが多い構成がすごい主流だったんですよ。こういうでキングズロー、まあ、今と変わんないですね。だからあのまあこれよく見たら5人しかいないんだよね。でみんなでバーってスピブでオーラを取るんだよね、こうやって。そしてなんならここも通り過ぎて、もう2個裏を取ろうって言って、なんでこんな裏を取るかっていうと、なぜかっていうとリスに1人隠れててまだブリギって出してて、でここでウィドウメーカーに変えるんですよ。敵本陣と逆にこうやってぐるってなった時、そして俺も誰も警戒してない、おいっつって、うーん、誰もこんな予想できねえよ。クソ気持ちいい。これ結構俺やっぱ昔のなんだろう、エイムとかじゃなくて頭の良さで勝ってる感があってすごい面白いよね。こういうのがいいよね。いっぱいあるんだよね、こういう面白いプレイ。こういうプレイいっぱいあったんだけどな、なくなっちゃったね。あと、あ、7秒ちょうどいいじゃん。ね、感染とかね、いっぱい欲しいよね。オーバーウォッチもさ、オフライン大会やればいいのに。お待たせいたしました。500人とかの会場でさ、やればいいと思うんだけどね。はい、引き続き見ていきましょう。熱くね、別にバロラントみたいにさ1万人入れるとかじゃなくてさ、もう500人とか集まるところでやりたいよね。現在見ていてか、頑張って1000はいける気はしなくもなくもない。ということです。頑張れば一大イベントにしたら。